本日はハワイの貨物航空会社トランスエア810便の不時着水について動画にしていこうと思います。はい、ドラミです。本日はハワイの貨物航空会社トランスエアの810便の不時着水について動画にしていこうと思います。報道によるとですね、現地7月2日未明となりますけども、ハワイのホノルル、ダニエル K 井上国際空港ですね、こちらからマウイ島のカフルイ空港へとですね、向かっておりましたトランスエア810便でございますが、離陸直後にですね、第一エンジン、向かって左側のエンジンでございますが、こちらの不具合ということで、ホノルルへとですね、引き返している途中にですね、現地午前のですね、2時半過ぎとなりますけども、ホノルル沖約4マイル付近にですね、不時着水したということでございます。こちらクルーにつきましては2人ということでございますが、2人ともですね、命には別状がなかったものの、それぞれ重体となっているようでございます。今回のですね、この機体についてでございますが、こちらでございます。製造からですね、45年が経過しているボーイングの737型機となっております。これはですね、以前私も動画にさせていただきましたが、今年1月にですね、インドネシアで墜落いたしましたスリウィジア航空、こちらと同型機となっております。よく見ていただくとですね、現代のものとは異なりまして、特にエンジンなんかはですね、小さくて細長いのがですね、印象的かと思います。それではですね、今回不時着水いたしましたトランスエア810便のですね、航跡、こちらをフライトレーダー24で見ていこうと思います。はい、いかがだったでございますでしょうか。このようにですね、本来ならばホノルルがあるオアフ島からマウイ島へはですね、南東へと向かうはずでございますけども、今回はですね、離陸直後にエンジントラブルがあったと見られまして、離陸をすぐにですね、右旋回をして、ホノルルへと引き返している様子がうかがえるかと思います。しかしですね、この引き返す途中にですね、高度が維持できずに、不時着水となったようでございます。それではですね、その時のパイロットと管制官とのですね、緊迫したやり取りが音声で残されておりますので、そちらの方を聞いていただこうと思います。ただですね、音声についてはですね、やや不鮮明でですね、聞き取りづらかったところもございますので、訳についてはですね、少し異なる内容となっているかもしれませんが、そのあたりはですね、ご了承いただければと思います。ということでですね、早速お聞きいただこうと思います。はい、音声によるとですね、第一エンジンのパワーが失われまして、第二エンジンのパワーも、失われるかもしれないといったことで、空港へと引き返しているが、速度が遅くてですね、状況は悪いといった内容。そして、管制官の方からですね、高度が低いといった警告があって、上昇できますかといったですね、問いに対して、パイロットの方がですね、ノーネガティブということで、ダメですといったですね、すごく生々しいやり取りがですね、あった後、直後にですね、水面へと着水したんじゃないかなというふうに思われます。ということでですね、パイロット2人につきましては、命には別状がないということでございますが、2人とも重体ということでございますので、まずはですね、1日も早い回復を願いたいなというふうに思います。
まあコロナ禍においてですね、まあ、旅客の航空需要っていうのは世界的に大幅に減少しているかと思いますが、まあ、その反面航空貨物についてはですね、この需要は大幅に高まっているようでございまして、まあ、航空各社ですね、まあ、運休している機体を貨物へとですね、まあ、切り替えをして、まあ、運用しているところが多いようでございます。このハワイにおいてはですね、まあ、コロナの状況も落ち着き始めているということで、まあ、一部ではマスクなしでもいいといったことでですね、アメリカのメインランド、まあ、本土の方からですね、まあ、観光客の方が増えているということで、配車サービス、まあ、ウーバーなどがですね、まあ、なかなか捕まらないといったですね、話も聞きます。まあ、そのような中でですね、まあ、ホノルルがあるオアフ島と、まあ、離島を結ぶ航空貨物の需要も高まっているということでございますが、まあ、比較的古い機材でですね、まあ、運用されていることが多いということなので、まあ、今後このようなですね、まあ、事故が起こらないようにですね、まあ、特に古い機体については、まあ、しっかりとですね、入念にメンテナンスの方をしていただければと思います。はい、ということで今回の動画は以上となります。まあ、このようにですね、私のチャンネルでは飛行機関連、あとフライトレーダー24に関する動画、そして個人的には現在 SFC 修行の方を行っておりますので、まあ、ご興味ある方はですね、まあ、ぜひ高評価と、あとチャンネル登録の方をいただけますと、まあ、大変励みになります。ということで次回の動画でお会いしましょう。それでは。